こんにちは、トレジャーガーデンの織井淳です。今月の月刊織井淳は生姜焼きを作りたいと思います。で、久々の料理企画になるんですけど、自分生姜焼き大好きなんですけど、あの高健鉄さんのレシピを作りましたらめちゃくちゃ美味しくて、でそれをちょっとこう自分なりにアレンジして、作ってるんですけど、簡単でめちゃくちゃ美味しい生姜焼きができますので、ちょっと皆さんにご紹介したいなと思いますので、よかったら最後までご覧ください。それではスタート。はい、で早速作っていきます。まず生姜、この生姜をですね、用意していただいて、で一かけはすりおろしで、一かけは千切りにしていきます。というわけですりおろします。はい、すりおろせました。でこちらはですね、千切りにしていきたいと思います。僕もこの包丁さばきは得意じゃないので、ちょっと自信はないんですけど頑張ります。なんかカメラに撮られながら料理するのはちょっと緊張しますね。はい、千切りができました。で、次は玉ねぎですね。玉ねぎは今回半分使います。で、この半分の3分の1ぐらいをすりおろします。このね、玉ねぎのね、すりおろしを入れるだけでね、めちゃくちゃ生姜焼きがうまくなるのを、なんか高健鉄さんおっしゃってたんですけど、本当にそうですね。なんかちょっとやっぱ格が1個上がる味がします。でね、3分の1ぐらいこうすりおろしたところで、食べやすい大きさに切ります。あ、落ちた。よし、こちらまたいずれ使います。でちょっとね、先にタレの方を作っていきましょう。これめっちゃ便利。まず酒が大さじ2、醤油も大さじ2で、みりんも大さじ2、全部大さじ2なんで、すごい覚えやすいですね。で今ここのね、玉ねぎをおろした中に、酒、醤油、みりんを入れて、さらにさっきすりおろしたこの生姜も入れます。すりおろした方ね、千切りは最後に使います。で、あとね、砂糖を、砂糖小さじ1で、これを混ぜます。こんな感じでタレができました。でね、ここでお肉の登場です。お肉は生姜焼き用のお肉1パック分って感じで、作っていきます。今日は、国産豚ロース厚切り生姜焼き用っていうのを使います。でね、このお肉、自分このボリューム感のある大きさも好きなんですけど、ちょっと食べづらかったりもするんで、これ半分に切っちゃいます。はい、でさっき切ったこのパックに戻して、さっき混ぜたタレをちょっとかけます。で、ちょっとこうね、味をなじませます。で、こうね、味が絡んだところで小麦粉ですね。小麦粉を少量、まあ、少量ってどんぐらいなんだろう、大さじ1ぐらいかな。ちょっとファーっとかけて、で、これももう混ぜちゃいます。この辺からは結構適当です。粉をちゃんとふるったりとかされるんでしょうけど、皆様、あの、私めんどくさいんでそこまでできませんだけどやっぱ粉まぶすと、なんかやっぱ肉のしっとり感とか、なんか味の辛みがやっぱいい気がします。はい、それではこちらを焼いていきます。はい、それでは焼いていきます。油ちょっと入れて、ちょっと換気扇の音がうるさいかもしれないけど、すみません。で、あの、うちこの鉄鍋使ってるんですよ。
なのでちょっとこう油からね煙が出るぐらいまで熱します。こう鉄鍋使うとね結構焦げがちゃんとついたりとか、いい焼き上がりになったりするんで、はい、おすすめです。これニトリのやつです。でね、まずね最初にこの玉ねぎから先に炒めます。玉ねぎをもう本当に軽く火が通るレベルで炒めます。熱っ、油が馴染んで全体的に軽く火が通ったなと思ったらもうこれで出しちゃいます。でもう一回ちょっと油を入れて、で今度は肉を焼いていきます。まあ、なるべくちょっとこう広げて形が綺麗に焼けるように、まあ、今回筋とか切ってないんですけど、まあ、ちょっと硬いのがあれかなとか肉がくるんって反っちゃうのがちょっとなと思う方は切っていただいたらいいと思います。今回ちょっと切らずにこのままいっちゃいます。でちょっとこうねほっとくとかなり焼き目がついてくるので、こういう感じ、このぐらいちょっと焦げるまで焼くと美味しいです。でお肉の方ね火が通ったらお皿に出しちゃいます。でこの要領でお肉たち全部焼いていきます。ちょっと自分はこう焦がし気味に焼くのが好きです。では今ね、最終チームのお肉たちに火が通ってきたところなんですけど、ここに、焼いてきたお肉を一回戻します。そこに先ほど、炒めた玉ねぎも入れちゃいます。刻み生姜入れちゃいます。で最後に、タレ入れちゃいます。でここで全部絡めるように炒めます。僕生姜焼きちょっと甘めが好きなんで、蜂蜜入れます。蜂蜜ほんと気持ちちょっと入れます。あっ、水気がこうなくなってきたら完成です。でちょっとこうねお皿に千切りキャベツなんか入れちゃったりして、キャベツと一緒に食べてもめちゃくちゃ合うんでね、ちょっとキャベツも入れます。いやーいやー、はーい、というわけで生姜焼きの完成です。さあ、こんなシンクの上ですがここでちょっとね試食をしていきましょう。いただきます。うん、うん、うまっ。やっぱね肉がこう小麦粉のおかげかすごくジューシーで柔らかい。うん、こうね生姜もねめっちゃ入ってるんですけど、そんなにきつくなくて、かといってでもピリッとくるね生姜の風味は残ってて、甘すぎずしょっぱすぎずご飯に合う最高の生姜焼きができました。うん、うまっ。うん、じゃあ後でねこれはご飯と一緒に食べたいと思います。さあというわけで今月は、生姜焼きを作ってみましたが、このチャンネルではですね、歌の動画から金魚の動画、こういった料理の動画まで、いろんな動画が上がるチャンネルなんですけど、本来はアーティストでございます芸人さんでもありません、まあ、なのでね、いろんな動画楽しみにしていただければありがたいですし、ぜひ高評価、コメントもねお待ちしております。でチャンネル登録もよかったらしていてください。では皆さんも、ぜひ生姜焼き作って、お肉食べてパワーつけて頑張っていきましょう。というわけでオリアツシでした。バイバーイ、またねー。